神玉です。本日はですね、ずっとずっとケールサラダが食べたくて、何日間かいろんなスーパーをぐるぐるしてたんですよ。で、やっと見つけました、ケールでございます。こちらでですね、ケールサラダを作ります。まずはさらっと洗いましょう。このケールってすごい栄養があるらしいんですよね。食べるのが楽しみでございます。まずこいつを切る。細く、ケールとか切ったことない、初めてのケールを切る。あ、すごい角度になってんね。ドレミファソラシドドシラソファミレド。はい、ケール完了したら、ちょっとキッチンペーパー、あ、マジ青臭い、青臭いの苦手なんだけど、こんだけのケールがただいま完了しました。ここにですね、私がこの神玉劇場で印象付けようと一時必死に使っておりましたブロッコリースプラウトを投入。ほら、なんかもうこれだけで、もう葉っぱだけどさ、今は栄養満点そうじゃない。これね、一人暮らしだと使うの大変だよね。続きまして、ナッツを切るか叩くかしたいと思います。ここにナッツがあります。無添加のこの中に入ってるアーモンドっていうのが、私が昔ねジムでパーソナル受けてた時にすごい感触で食べてたものです。10粒くらいをね食べてました、1日。これ叩いた方がいいよね、切るより。でも叩くものがないんだな。あ、いけてるいけてる。待って、このミックスナッツ入ってるの全部使うわけじゃないのに全部粉々にしちゃったの。はい、完成です。粉々。そしたらこっちにまずドレッシングを軽くかけて混ぜます。混ぜて、味を、青臭さを取って、青臭さを軽く取りながら、フライドオニオンをかける。パラパラパラ、茶色いもの大好きなので多めにかけます。そして先ほど用意したナッツをかける。タラララッタラー。あー、ブラックペッパーがないね。塩コショウかけちゃう、ちょっとだけ。美味しいのかな。で、粉チーズ買ってきた、これもちょっとかける。仕上げにこちらシーザーサラダのドレッシングをおしゃれにかけます。はい、完成。いただきます。パンパララーン、パン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 パララーン。ケールサラダ、あ、違う、ケールシーザーサラダ。本日のお供はこちらです。ででん、友人のお土産でいただきました、海外のビールでございます。ドイツかどっかですかね、初めて飲む。いただきます。うん、うまっ。うまい。これ、ちょっと缶が可愛いからさ、黄色で、コップにつかずにいただいております。ではサラダの方、ちょっとシーザーサラダか、ドレッシングかけすぎた感が満載です。うん、うまっ、うまい、うん、うまっ。これナッツ入れちゃおう。オニオン、茶色いものってなんでこんな美味しいんだろうね。幸せをくれる。今日のお昼は、そうそう、なんでサラダを今日食べるかっていうと、今日のお昼は後輩と焼肉ランチの日だったので、いまだにそんなにお腹が空いてないんですよね。からサラダにしときます。うーん、聞こえます？うん、この間さ、咀嚼音っていうの？ ASMR って。すごいみんな動画で出してるよねっていう話をさ、友達みんなでしてさ。みんなさ、一人でいるときはそういうの見ればいいけどさ、人といるときはさ、リアルに聞けるよみたいな感じになって。頭に、友達の頭に耳つけて、はい、これ食べてみたいな。おー、咀嚼音っていうのやってた。いや、モニタリングやっててさ、スケート場でセクシー美女に誘惑されたらってやってる。どうなんだろうね、スケート場でもしイケメンに誘惑されたら。うまっ。へえ、やばみ。私結婚してないじゃないですか。なんですけど、今日取引先とね、商談終わりにその占いの話になって、担当の方が手相を見れるって言ってたのよ。で、試しに軽く私の手相を見てくださいって言ったら、
あの離婚線がすごいくっきりとっつって、だから将来離婚される可能性があってすごい申し訳なさそうに言ってて、もう全然いいんですよっつって、びっくり。今日ね、もう一個あって、霊感が強い後輩がいるんですけれども、その子にですね、神田間さん疲れてますかって言われて、全然疲れてないよっつって、最近睡眠時間をバッチリとってるよっつって言ったんだけど、ちょっとお祓い行った方がいいかもしれないですって言われたんですよね。もうヒャーみたいな感じの日でございますので、ちょっとカメラを止めてゆっくりとこのビールを飲みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。